はい、おはようございます。原田農園です。今日はですね、3月の11日日曜日です。今日はですね、昨日、ニューフォーランドの、展示会へ行ってきたので、昨日ちょっと休んだんで、今日はですね、アスパラの畝に堆肥マルチをですね、かけていく、作業を行っていきたいと思います。おかげさまで3000人チャンネル登録数ですね、3000人突破いたしました。またですね、3000人突破記念の、プレゼントキャンペーンを、行っていきたいと思いますので、下にですね、リンクを貼っておきますので、そちらの方からですね、応募をよろしくお願いします。今回はですね、原田農園の T シャツ、夏に向けての T シャツ、こちらはですね、L 数2名、 M 数2名、あとですね、竹パウダーですね、バナナ箱に入るような、6袋から8袋入ると思いますので、そちらをですね、2名の方にですね、プレゼントしたいと思いますので、自分が欲しいですね、ものを選んでいただいて応募していただければと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。
今ですね、今日の作業が終了しました。堆肥マルチですね、結構ですねできました。あと4畝ですかね、残り4畝です。10畝、今日できました。これも初めてなんで、こんなもんでいいかちょっとよくわからないんですが、この畝間ですね、畝間は、竹チップ、竹パウダー、こちらを散布してですね、行きたいと思います。堆肥はですね、畝の上だけにしたいと思います。はい、もうですね焼いていた状況で、もう春芽が結構何個か出てたんで、もう春芽が堆肥から出てくるのも間近かなと思います。はい、またですね明日から、堆肥マルチとあと、畝間をですね、バーナーで焼く作業を、徐々に行っていきたいと思います。堆肥もですね一旦なくなってたんですが、持ってきてもらってまた4トンぐらい、ありますんで引き続き、作業をやっていきたいと思います。はい、今日の作業は以上で終了です。はい、お疲れ様でした。